ヒデスのドラゴです。私のサムネホイホイでですね、ふざけんなよって思ったそこのあなた、ご安心くださいませ。まあね、その辺をちゃんと詳しく説明しますのでよろしくお願いします。はい、行きましょう。マキタ充電式トリマーが3機種も発売いたします。ちょっとですね、まずはですね、ご安心していただくためにこちらから行きましょう。 18V 機 RT51D ということで、充電式トリマーなのに両手持ちのルーターのような見た目のね、こういった機械が発売しちゃいましたね。なんで今安心安心とかって話をしてるかっていうと、要はそのついこの間RT50D っていう片手持ちのトリマー買ったばっかりなのに、こんなパワー上げた機械出しやがってふざけんなよって思いました。ご安心くださいませ。こちらはですね、もともとあったその片手持ち、RT50D という機械にプランジベースっていうこの両手持ちのハンドルをガショーンって取り付けただけの機械になります。なので見た目こういった形で、まあ、トリマーっていう名前なのにこうやってごついじゃないですか。でいかにもパワーがありそうな見た目をしているんですけれども、一応パワー変わりません。ただ、別売り品だったプランジベースっていうのを最初から付けましたよっていう機械になりますね。でその片手持ちだった、充電式トリマー RT40 で、14.4V の機械っていうのがありましたけれども、今回発売となったのはですね、プランジベースバージョン 18V 機だけになります。はい、まあ、というわけでですね、両手で持ってしっかりと安定した作業をしたい方、わざわざね、片手持ちのトリマーを買った後にプランジベース買わなくていいですよ。最初からついてる RT51DZ 発売しましたのでいかがでしょうかっていうのが、こちらの売り文句になります。ちなみになんですけれども、片手持ちバージョンもこの両手持ちバージョンも俺両方のねトリマー、まあ本体一緒なんだからベース使い分けてやりたいよねっていうお客様はですね、RT51DZ、こちらの両手持ちの機械を買った後に片手持ちベースを買った方が少しお安くなりますんで、まあそんなうんちくでよろしくお願いいたします。はい、じゃあまあ操作感というか、まあ元々のトリマーなんでね、使い方は一緒なんですけども、まずここで安全ロック解除していただいて、LED ついてますね。で、スイッチ入れまーす。って感じで。で、これ速度変更できるんですけれども、1万回転から3万回転で変更できるっていうことで、ここですね、ここに今ダイヤルがついてて、スイッチ入れながらの方がわかりやすいかな。って感じで操作ができます。はい、廃坑機さんが売りにしてるヤーツのマキタさんバージョンどうなってるかなってことで、まあ、こうグーッと下ろしてって、ここのレバーを廃坑機さんって、ここなんかつまみがねこう2つこうついてて、まずこう下ろしたら人差し指でこうやって仮固定した後に、これで本当はロックができてギュッて締めたらいいじゃないっていうのが廃坑機さんなんですけど、マキタさんはですね、ちょっと僕は今こうやって人差し指でこうやるのはちょっと手が痛いな。やっぱりこうやってこうだなって感じかな。そんな操作になってます。人差し指でこれを固定するのは結構力がいるんじゃないかな。はい、一応そんな感じです。はい、あとはまあ特段ね、なんか変わってあるかなっていうのはないんで、この後ろですね、このレバーをガチャって外してもらえれば、もう取り外しできるんで、もう一個普通のベースガチョンってくっつければ、トリマーとしても使えますよ、とかっていう感じですね。ちなみに気になる方は、ですね、この向きでしか入らないです。ここに溝が掘ってあって、他のとこには掘ってないので、この向きでしかはめられない形となってますね。グッと。はい、さてさて、マキタ様、ね、新機種の発売ペース恐るべしなんですけれども、 40V マックス充電式トリマーが2機種、ね、まあ、この2機種、まあ、一応ね、片手で持つタイプの RT001G と両手持ちのタイプ RT002G ってことで、まあ、本体部分は一緒なんですけれども、その、使い方によってお客様好きな方を選んでくださいねとかっていう感じ、どちらも需要がありそうなタイプになりますね。
で、今僕が手に入ったのが RT001G の片手持ちのタイプですね。これトリマーなのに、ほらこの薄いケースに入ってて、ここに収まるのとかって思ったんですけれども、フルセットだとこのケースに入ってます。おそらく002のね、両手持ちのタイプだと収まらないから、また別の形のケースになると思うんですけれども、ちょっとそれ手に入ってないんで、まだちょっとわからなくてごめんなさい。で、こういった中身になってまして、これ完全に専用ケースですね。プランジの取っ手が入るスペースないぐらいぴったり収まってますんで、まあ、ちょっとその002の仕様のね、ケースっていうのもちょっと見たいなっていうところなんですけども、一応こんな感じです。これフルセットだと電池が2個入ってるんですよ、40V 機。なんかトリマーのフルセットって電池が1個のイメージなんですけれども、2個ですね。で、18V 機のさっきのトリマーの方は電池が1個になりますから、 40V 機は2個ってことで、まあ、この辺のね、買うとき注意ということでよろしくお願いします。はい、じゃあこの 40V 機ですね、能力ですね。先ほど紹介したこっちの 18V 機、こっちがですね1万から3万回転なんですけれども、こっちの 40V 機、1万から3万1000回転ということで、最大回転数を1000回転上げてまいりました。これね、たまたまなのかもしれないんですけれども、廃工機さんのトリマーがですね、3万回転なんですよ。ね、まあ、この辺もね、徹底的に攻めてくる、牧田様でございますよ。で、牧田さんの 18V 機の比較になるんですけれども、作業スピードが35% アップとなっておりますので、ね、もともと 18V 機の、まあ、このトリマー、私片手持ちのやつ使ってましたけれども、いまいち力がねって言ってるそこのお客様、40V、35% アップですから、ね、これなら振り回せるんじゃないかなと思います。で、まあ、機能面っていうのは18も40も、ほとんど一緒になります。まあ、あの回転のね、調整がついてますよとか、あとは LED 2灯で、影になりにくいですとかっていう謳い文句があるんですが、ここロックのね、安全解除をするとライトがつくんですけども、こんな感じで、2灯ですね。だから、まあ、あの刃先が影になりにくいですよとかっていう謳い文句がございます。で、ビットの取り付けはスパナ1本でできますってことで、丸ノコなんかと一緒ですかね、ここロックボタンを押していただいて、スパナでこうやって、交換していただく形になるんですけれども、まあね、トリマー、いつになったらこの工具レスで刃が交換できるかなっていう思いはあるんですけれども、まあ、スパナ1本でできるっていうところも、あの他社さんよりも少ないところがね、利点だったりしますんで、まあいいんじゃないでしょうか。傾斜ベース、オフセットベースとかね、便利なオプション品ございますけれども、この辺は 18V 機と変更なしですね。だからこういうところありがたいですね。もうすでに 18V の片手持ちね、やっていますよってお客様、なんかオプション揃えたのに、うわ、こいつ出やがったよって思ったらですね、あのそのオプション品はそのままこっちで移行できたりしますんで、まあ、うまいこと使ってみてください。はい。まあ、この2機種ですね。まあ、18から、まあ、40、何年、たださせるにしただけじゃんとかって思われがちなんですけれども、一つ、ちゃんと進化した点がございました。こう見ていただくと、ボディ似てるんですけれども、ここですね。Bluetooth 連動を対応にしました。ここが 40V の、売りの一つでもございますね。18V 機は、残念ながら、Bluetooth 連動対応してませんので、もともと 18V 機、その囚人するための口ね、手動で、あの、囚人機スイッチ入れなくちゃいけなかったじゃないですか。なんですけれども、まあ、この 40V 機っていうのは、この連動のね、させるところをつけましたんで、まあ、これで、自在に連動していただければいいんじゃないかなと思います。あとは言ってなかったんですけれども、あの、トリマーっていうとですね、あの、6ミリの口しか入らないかなって思っていらっしゃる方もいるんじゃないでしょうか。まあ、僕もそんな一人だったんですけれども、あの、マキタさんも廃工機さんもこのトリマーですね、8ミリ軸まで加えられますんで、よりあの負荷のかかる作業をね、ベースとしてやってるお客様っていうのは8ミリの軸選んじゃった方がですね、あの作業効率が上がるよなんていうところがありますので、これ8させますんで、どっちの機械も、まあ、その辺も、便利にブレードの方ですね、選んでみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、あの、まあ、18V 機から40V 機になって、まあ、35% アップですか。じゃあ、
35% アップの力見せましょうとかってね、本当はやりたかったんですけれども、ちょっとね、あまりにもこの機会がね、全然入ってこないんです、やっぱり初回なんで。なので、まあ、少しでも多くのお客様にね、販売したいっていうところがありますので、まあ、ちょっと実演は今日はごめんなさい。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。